レア度三つ星、最後のお店は南国市のカフェククさん。休業していた2年の間、食べたくても食べられなかった幻のランチがとうとう復活しました。はい、できました。わー、美味しそう。もりもりですね。ありがとうございます。何種類あるんですか、これは。一応10種類ということにしております。すごい。10種類を毎日日替わりなんですか。はい、そうですね、毎日だいたい日替わりになっております。すごいですね。毎日こうメニューのことを考えてるんじゃないですか。はい、考えてばっかり。今日なんかこう、うん、おすすめは何ですか。今日はね、ご飯に合うようにと思って、うん、豚肉の甘辛揚げ煮っていうかね、ちょっとニンニクを効かしてますので、ちょっといい香りがしてるんですよ。ね、人に合うのにはちょっとね、どうでしょうかね。大丈夫、私たちは。はい、よかった。じゃあ早速いただきましょうか。はい、いただきます。お召し上がりください。ご飯に合いますね。合います。ご飯が進む。ご飯の、ね、上に置いてあるのはセロリの葉っぱを佃煮にしたのを置いてます。うん、一口口の中に入れただけで、うん、セロリのね、うん、爽やかな香りがします。よかったです。この間はね、ふきのとうを取ってきてね、ふき味噌を作ったんですけど、それもお客様に好評でした。春です ね。いや、春といえば、はい、このプレートにも春が載ってましたよ。菜花のね、今日はわさび醤油あえです。お野菜中心と言ってもいいですよね。そう、野菜中心にヘルシーにしてます。いや、これ見た時から、うん、お家でちょっと真似したいなと思ったんですけど。どうぞどうぞ真似してください。真似できない。なんで味わさせない。なんかこうシンプルなようで、うん、手が込んでますね。そうでしょうか。あ、でもどれか真似したいな。なんかお料理したい気分になってきますね。なってくれていいわ。みんな家庭料理いいですね。一品一品時間と愛情をかけて手作りしたランチはまさに絶品。その上、手作りスイーツとドリンクまでついているんですよ。時間がゆっくり過ぎているような気がしますね、ここにいたら。そうですかね。ございます。次来た時、ただいまって言っちゃいそうです。そう言われるお客様が多いですね。そうですか。やっぱり帰ってきたような感じがする。大勢でなんかね、ここで大家族でご飯を食べてるような感じがするって言われます。本当になんか来てよかった。ありがとうございます。大満足ですね。家でも作れそうで作れないククサのランチ。店の名前にしたククサのように幸せを運んでくるランチです。